皆さんこんばんは。私は双葉町から港区に今住んでます。私は当選者に黙ったらこんな嫌な気持ちはなりません。横浜で子供のいじめありましたよね。国会の先生方、あなたたちがママ子供だと思って聞いてやってくださいよ。私も港区に来ていじめられました。最初でも怒鳴りたかった、好き好んで被災者になったらないって言いたかったけど言いなかった。今度子供をいじめを聞いて、この子供は聞いて涙流さなくてはいられなかった。震災でいっぱい死んだから僕は死なないで頑張るって言ったんですよ。皆さん、なんでこんな嫌な思いさせなくちゃならないでしょうか。とりあえず再稼働はしないでください。もう私たちだけでたくさんです。こんな嫌な思いは、あと働けば、スーパーで働けばいっぱいお金もらってるのになんで働くか、働くことねえべって言われる。働いてる今賠償金いっぱいもらってから遊んでるのかって言われる。私たちどうしたらいいでしょうか。こんな辛い思いはまだまだ続くでしょうか。なんでこんな国にしたんでしょうか。それは当然の国です。絶対に私は許しません。絶対に私たちが幸せになるまで戦い続けます。皆さんよろしくお願いします。原発今すぐ止めろ。